大谷翔平選手といえば、2012年に日本ハムファイターズに入団、2017年からはメジャーリーグに移籍し、現在はロサンゼルスエンゼルスに所属しています。メジャー移籍後は言わずと知れた大活躍を見せています。先日開催された WBC でも日本代表の優勝の立役者として大活躍し、 MVP を獲得しています。日本人だけでなく世界中の人々を魅了している本当にすごい選手です。そんな大谷翔平選手を世の女性がほっとくはずもないため、特に女子アナには大谷翔平選手を狙っている人も多いのではないでしょうか。そこで今回は過去に大谷翔平選手と噂になったことのある女子アナ6選をご紹介します。こちらは歴代の彼女ではなく、あくまで噂になった方となりますので、ご注意くださいね。女子アナが好きな人はぜひチャンネル登録をお願いします。久慈暁子アナ。大谷翔平選手と久慈暁子アナは共に1994年生まれで、出身地も同じ岩手県奥州市となっています。実家も直線距離にして3キロほどしか離れておらず、また姉同士が高校の同級生という共通点もありました。初対面は2014年12月に地元の広報誌奥州で活躍が期待される新成人の2人という新成人向けの対談でした。2015年1月には奥州市の成人式にも2人で参加しています。大谷翔平選手は日本ハム時代、久慈暁子アナはアナウンサーになる前の時期でした。この企画の時に対談した小沢市長が、絵に描いたような美男美女、写真で見てもバランスが良かったと興奮気味に話しており、2人に付き合ってほしいかのような発言をし、ネット上では市長公認カップルなどと話題の的となりました。このことがきっかけで大谷翔平選手と久慈暁子アナの交際の噂が流れました。2017年に久慈暁子アナがフジテレビに入社し、スポーツニュース担当となり、大谷翔平選手と接触する機会が増えていき、交際の噂が大きくなっていきました。しかし実際の目撃談や熱愛報道はなく、ただの噂止まりだったとされています。さらに久慈暁子アナは2022年5月に NBA の渡辺裕太選手と結婚しています。加藤彩子アナ。加藤彩子アナは現在はフリーで活動していますが、フジテレビ時代の2016年にスポーツライフヒーローズという番組の司会として大谷翔平選手に独占インタビューをしました。加藤彩子アナが野球とは関係ない恋愛、結婚、好きなタイプなどプライベートなことを質問し、同席した広報に止められています。このことから加藤彩子アナが大谷翔平選手を狙っていると話題になりました。その際、大谷翔平選手は結婚についてこの人かなとなったらしたいなと思いますとさらりと答えましたが、これ以降大谷翔平選手は日本人の女子アナの取材はお断りとなりました。その後も加藤彩子アナが大谷翔平選手を狙っているという噂はありましたが、加藤アナは2021年6月に一般男性と結婚しています。一ノ瀬ひとみアナ。一ノ瀬ひとみアナは NST 新潟総合テレビから中京テレビを経て、現在はフリーアナとして活動しています。交際の噂が広まったのは2016年に女性セブンで大谷翔平選手に熱愛報道があり、その相手が一ノ瀬ひとみアナではと噂になりました。こちらは2016年10月の女性セブンの記事から引用です。大谷は北海道の大スターだし、背が高くて目立つので札幌では彼女も作れませんよとよく言っていました。でも地方局の A さんなら遠征先で待ち合わせもできる。実際遠征先の試合を A さんが観戦している姿が何度も目撃されています。この A さんの特徴が一ノ瀬ひとみアナの特徴と一致していました。ニュースからバラエティまで幅広く担当。高島綾音の清楚な美人、9歳年上、地方局のアナウンサー、飲み会で知り合った、大学在学中にリポーターとして活動。実際一ノ瀬ひとみアナは大谷翔平選手の遠征先の試合会場でよく目撃されていたとのことです。しかし待ち合わせデートしているなど交際の噂が広まりましたが、ツーショット写真などは特になく、
実際に交際していたかどうかは真相は不明のままです。さらに一ノ瀬ひとみアナは2017年8月に中京テレビの男性ディレクターと結婚しています。宮地真奈美アナはフジテレビに勤務しています。噂の原因となったのは2つのことが理由だとされています。目覚ましアクアで大谷翔平選手関連の記事を読んだ後に、ファンだよねと聞かれ宮地アナが赤面した。サマーズの神疑問で大竹和樹さんのことを2回も大谷さんと呼んだ。このことから宮地アナが大谷翔平選手を意識しているのではないかと噂になりました。しかし実際はツーショット写真や熱愛報道もなく、ただの噂止まりだったとされています。三田由里香アナは大谷翔平選手が高校時代から取材を通して付き合いがあります。2013年1月にドラフト1位で日本ハムに入団した時にも取材をしています。この時の目が獲物を狙う目と言われ話題になりました。また2018年4月には直撃ライブグッディで、私大谷選手を取材しますとわざわざ宣言したことで話題になり、夏休みはアメリカに野球を見に行くと友人に語っていた。インスタに手作り弁当をアップしているのは大谷選手へのアピールなどの理由で、アメリカに行くのは大谷選手への告白旅行との噂も出ました。さらには取材以外にも自主トレやキャンプにも頻繁に顔出しをしていたこともあり、噂はさらに広まりました。また三田アナはアメリカ留学の経験があり、野球部のマネージャー経験もあり、英語もでき野球もわかるため大谷翔平選手にぴったりだという声もありました。しかし実際に目撃談や熱愛報道はなく、ただの噂止まりとされています。さらに2020年に一般男性と結婚されています。高橋遥アナは HTV 勤務の女子アナです。地元北海道では情報番組一押しの出演、大人気深夜バラエティ番組おにぎり温めますかのメイン MC など大活躍しており、 HTV には欠かせない存在です。大谷翔平選手とは2016年11月12日に毎日によって報道されました。こちらは記事からの引用です。北海道の A テレビに勤務する T アナ26が絶好のポジションにいるのだ。 A テレビは日本ハムの試合も中継しています。しかも T アナは局のアナウンサーとして何度も札幌ドーム入りしている。女子アナが大谷を取材できないと言っても、試合中継を担当する際にそれはいくらなんでもありません。高橋遥アナはこの当時26歳でした。そしてメイン MC を担当していた一押しは、北海道内のスポーツニュースを取り扱う番組で、日本ハムファイターズの取材のため札幌ドームに自由に入れます。そのため大谷翔平選手への女子アナの取材禁止のルールから除外され、大谷翔平選手へ取材することができました。さらに記事内の T アナは過去に人気卓球選手との交際を噂されたことがあるという情報が出ていました。高橋遥アナは人気卓球選手の松平健太さんと交際を報道されたことがありました。このことから T アナは高橋遥アナではないかと言われています。しかし実際は熱愛報道、ツーショット写真、目撃情報などは一切出てきていません。さらに高橋遥アナが2019年6月に一般男性と結婚しています。いかがでしたか？振り返ってみると噂だけで実際に熱愛だったパターンはありませんでしたね。女子アナ以外にも噂になった人は多いですが、それも噂だけで終わっていることがほとんどです。女子アナの皆さんの中には大谷翔平選手を狙っている人も多いと思いますが、大谷翔平選手は女子アナにあまり興味がないように思います。個人的には女子アナとは結婚してほしくないと思っているのですが、大谷翔平選手がどんな女性と結婚するのでしょうか。野球のプレーとともに注目していきたいと思います。動画をご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価もお願いします。